次回のアロハチャレンジはいよいよ第1回戦がスタート。高校生チームはハワイについてのフィルム制作を開始した。3つのチームがフィルムを制作するが、勝つのはたったの1チーム。1回戦の最後には1名のインターンが退場となり、1万ドルを獲得するチャンスを失う。誠治、歩美、翔のリーダーシップが試されることに。難なくフィルム制作をこなす者もいるが、高校生メンバーをまとめゲームに勝ち残るフィルムを制作するのは難しい。次回のアロハチャレンジをお楽しみに。